晴れの日の夕暮れに赤い傘の女に声をかけてはならない。声をかけると見入られて黄泉の国に連れて行かれるとか取り憑かれるだとか噂されているが、本当のところは定かではない。いわゆる都市伝説というやつだ。俺は今オカルト記事ばかりをネットサーフィンしていて、この記事に目が止まった。魔物には影がない。それをごまかすために晴れの日でも赤い傘を差しているのだという。もし影がないことに気づいてしまうと、魔物は言うことを聞かなければならないというのだ。へえ、魔物をひざまずかせることができるなんて無敵じゃないか。俺はくだらない都市伝説を鼻で笑った。それはあくまで誰かの作った都市伝説のはずであった。だが次の日、俺の目の前にそれは現れた。雨上がりの強い日差しの中、誰もが傘をたたんで、泥混じりの水を跳ねながら歩いているのに、一人だけ赤い傘を差してバスターミナルに佇んでいる女がいた。赤い傘のせいか、顔は紅潮しているように見え、透き通るような白い肌までも赤く染め上げて、幻想的に佇んでいた。晴れの日の夕暮れに、赤い傘の女に声をかけてはならない。いや、これは声をかけるべきだろう。絶世の美女。ちょうど俺と同じくらいの年齢だ。都市伝説など、誰か発祥のハッタリのザレ事だ。雨、止んでますよ。俺は思わず声をかけていた。女は驚いたように顔を上げた。大きく見開かれた瞳が美しい。まるで吸い込まれそうな、綺麗な薄茶と黒のコントラスト。あ、本当ですね。女は恥ずかしそうに傘を畳んで微笑んだ。天使だ。傘を畳んでもその肌色は夕日に照らされて赤くほてっている。すぐにバスが来て、俺は本当は用もないのに彼女を追ってそのバスに乗り込んだ。黙っていれば俺も同じ方向に帰る乗客に間違いないのだから。これは決してストーカー行為ではない。しかも都合のいいことにバスは程よく混んでいて、俺は彼女と並んで座ることができた。教えていただいてありがとうございます。あのまま傘を差していたら恥をかくところでした。美しい上に礼儀正しい。俺はますます彼女に惹かれた。いえいえ、大したことじゃありませんから。それにあのままでも恥をかくというより、赤い傘がより一層あなたの美しさを引き立てていました。と言いたかったところだが、ナンパ男と思われそうでその言葉は飲み込んだ。雨が止んでよかったですね。俺は何とか話を続けたくて、どうでもいい天気の話題を彼女に振った。ええ、でも私、雨も好きなんですよ。そうなんですか。ええ、私、小さい頃から変わった子でね、傘が大好きなんです。傘がですか。そう、傘。初めて買ってもらった傘が大好きで、子供の頃嬉しくて、晴れの日も傘を差していくって聞かなかったらしいんですよ。そう彼女は言い、少し恥ずかしそうに笑った。その仕草が、また俺の心をぐいぐいと引き寄せた。
へえ、そういえば今日の赤い傘すごく似合ってました。ありがとうございます。これすごくお気に入りなんです。私色が白すぎて顔色が良くないから、この傘を差せばなんとなく血色がよく見えるでしょ。いや、傘を差さなくても十分美しいけど。一通り世間話をすると、彼女は自分の家の最寄りのバス停で降りていった。俺は美女と話ができた高揚感で、すっかり彼女の情報を得ることを忘れてしまった。下心があると、彼女に思われるのが嫌だった。ああ、こんなだから俺にはいつまで経っても彼女ができないのか。不甲斐ない自分にため息をつきつつも、バスを降りた彼女の後ろ姿を見送ると、また雨が降っていた。彼女は赤い傘を差して、嬉しそうに振り向き、俺に手を振った。俺はそれだけでも、今日はついてるなと幸せな気分になった。愚かにも美女に釣られて、逆方向のバスに乗ってしまった俺は、次のバス停で降り、やむなく引き返すということに時間を費やしてしまったが、全くその時間を無駄だとは思わなかった。家に帰ると、俺はまた気になってあの都市伝説のサイトを覗いた。もし影がないことに気づいてしまうと、魔物は言うことを聞かなければならない。そういえば、彼女に影があることを確認したっけ。俺はそんなことを一瞬考えてしまって、すぐにバカな考えを一蹴した。魔物なんているわけがない。まあしかし彼女が魔物であれば、それはそれであんなに綺麗な魔物ならぜひ、黄泉の国だろうがどこだろうがついていくな。もしもこの都市伝説が本当なら、俺はあらぬ妄想をした。彼女に影がないことを俺が指摘すれば、気づかれた彼女は俺の言うことを聞かなければならない。不謹慎だが、俺は彼女でいやらしい妄想をしてしまった。数日後、奇跡は起こった。俺はまた彼女に出会ってしまったのだ。これはもう運命だろう。彼女は相変わらず、あのお気に入りの赤い傘を差していた。夕暮れ、雨は降っていない。よほどあの傘がお気に入りらしい。晴れた日に日傘でもなく、赤い傘を差していれば矢でも目立つ。バカな想像が俺の頭を支配した。彼女は俺に会いたがっている。俺は慌てて人混みの中、彼女の赤い傘を追った。そして彼女は俺に気づく。彼女は少し驚いた顔をしたが、まっすぐに俺を見つめると、妖艶に微笑んだ。そして、ゆっくりとお気に入りの赤い傘を閉じた。やっぱり、俺を待っていてくれたんだ。彼女は俺の運命の人。彼女が細い腕を俺に振る。長い黒髪、白い肌、白いフレアのロングスカートが風に揺れ、美しい細いすねがちらりと見えた。その瞬間、俺はあることに気づいてしまった。道行く人の影が細く伸びて一方向に行儀よく並んで歩いているのに、彼女の足元にはそれがなかった。影がない。俺は彼女の足元からゆっくりと顔へと視線を移した。よ、トキタ、久しぶり。後ろから俺の肩を叩く者がいた。振り返るとそこには学生時代の悪友、雪谷が立っていた。雪谷は大学在学中、オカルト研究会というサークルの仲間で、
よく心霊スポット周りや廃墟巡りをして、立ち入り禁止の場所に立ち入って、その土地の管理者に追いかけられたりもした。ああ、雪谷じゃないか。元気だったか。俺は彼女が気になったが、声をかけられ無視するわけにもいかず答えたのだ。俺は彼女が気になってすぐに振り返ったが、そこに彼女はもういなかった。どうした？誰かと待ち合わせか？雪谷に言われ、いや、別に、と取り繕った。いやー、ほんと久しぶりだな。どう？今時間あるならどこか飲みに行かね。いいね。時間なら腐るほどあるぜ。彼女いねえから。右に同じ。じゃあ行こうか。俺と雪谷は駅から歩いてほど近い居酒屋へ向かった。まあとりあえず久しぶりの再会に乾杯といきますか。雪谷と俺は生ビールをジョッキで頼むと、乾杯をして乾いた喉を潤した。なあ、本当に大丈夫だったのか？え、何が？いや、時田、お前に声をかけた時に誰かを見つけたみたいに歩いてたから、待ち合わせじゃなかったのか？待ち合わせってわけじゃないんだけど。ん？待ち合わせじゃないけど。笑わないで聞いてくれるか。なんだよ。俺は今までの彼女との経緯について雪谷に話した。運命の女か。赤い傘の女ね。どこかで聞いたことのある話だな。ああ、偶然ネットサーフィンで見つけた都市伝説でさ、晴れた日の夕暮れに赤い傘の女に声をかけてはならないってやつ。ははは。おい、笑わないって言っただろ。すまんすまん。でもその都市伝説さ、ガセだぜ。まあ都市伝説のほとんどがガセだろうけど、でも俺は運命を信じたい。だってさ、その都市伝説、俺が書いたんだもの。はぁ？だから、俺が在学中おかけんでふざけて都市伝説ででっち上げたっての。マジか。ああ。確か、もし影がないことに気づいてしまうと、魔物の言うことを聞かなければならないというやつだろ。思い出したわ。え、ちょっと待って。言うことを聞くのは、魔物の方だろ？ちげえよ。魔物の言うことを聞くって書いたんだよ。本人が言うんだから間違いない。でも、このサイトを見てくれよ。ああ、これ俺のサイト見て無断転用してるんだな。お粗末だな。魔物の言うことを聞かなければならないっての。打ちミスって魔物は言うことを聞かなければならないってなったのかな。いや、恋にやってるのか。なんだ、そうだったのか。俺はこんな奴のでっち上げの都市伝説に勝手に自分で解釈してロマンチックな展開を想像していただけなのか。今更ながら恥ずかしい。まあでも、俺の書いた都市伝説がお前にとってそんな風に影響を与えていたなんて、感慨深いな。ふざけんなよお前。俺は信じちゃったじゃないか。お前、ちょろいな。でもよかったじゃないか。俺もそんな絶世の美女に出会ってみたいものだ。すげえ美人なんだぜ本当に。今まであんな美人見たことない。がぜん興味が湧いてきたな。で、お前は魔物をはべらかせて何をしてようとしてたんだよ、このスケベ。もうその話はやめてくれよ。とりあえずさ、俺もそんな美人なら見てみたいな。
駅周辺にいたら出会えるかも。2階とも駅周辺だったから。マジか、俺にも合わせろよその絶世の美女。ああ、でもどこに住んでるのかは知らないぜ。駅で待ってれば現れるかもしれないんだろ。じゃあ今度の土曜日、俺と駅で待ち合わせしない？正気かよ、現れないかもしれないんだぜ。まあ現れなければそれはそれでいいじゃんね。どこかパーッと遊びに行こうぜ。まあ暇だからいいけど。だいたい彼女は夕方現れる。そっか、今度の土曜日楽しみにしてるぜ。その日は平日ということもあり、俺と雪谷は居酒屋一軒で早々に飲みをお開きにし、その週の土曜日の夕方に駅で待ち合わせをした。そして俺と雪谷は彼女を見つけた。彼女は相変わらず、晴れの日にもかかわらず、赤い傘を差して人混みの中に佇んでいた。そして俺を見つけると、彼女は遠くからまっすぐに俺を見つめた。信じられん。本当に俺の都市伝説そっくりの女が現れた。雪谷は呆然と立ち尽くし、彼女の方を見つめた。すると雪谷は突然青ざめて、おい、あの女やばいぞ、と俺の肩を掴んだ。その瞬間に俺のシャツの胸ポケットの携帯が鳴った。俺は慌てて携帯を開くが、それは見知らぬ番号からだった。彼女は赤い傘を畳んでおり、彼女も携帯電話を耳に当ててこちらをじっと見つめていた。もしかしたら、この電話は彼女からか。いや、電話番号を教えた覚えはない。ずっと鳴り続ける着信音。彼女は携帯を耳に当てて、ゆっくりとこちらに近づいてくる。もしもし。俺は思い切ってその電話に出た。ねえ、どうして分かってくれないの？は？その声は紛れもない、今こちらに向かって歩いている彼女の声だった。ねえ、どうして変わってくれないの？変わるって、だから、どうして変わってくれないの？私に影がないの、気づいてたんでしょ？おい、時田、やばいって、逃げろ！近づいてくるにつれ、彼女の顔がはっきりと見える位置まで来た時に、俺の口から細い情けない悲鳴が出た。彼女の美しかった瞳はそこにはなく、二つの真っ暗な空洞の闇がこちらを見据えていた。あなたが変わってくれないから、私はずっとこの傘を差してさまよわなければならないのよ。影がないのに気づいたのにずるいじゃない。私の言うこと聞いてくれるんじゃないの？うわぁ！と俺はようやく事態に気づいて、携帯の電源を慌てて落として雪谷と人混みの中を走った。なあ、変わってよ、変われよ、と女は叫びながら赤い傘をめちゃくちゃに振り回して俺たちを追いかけてきた。驚いた人々の波がモーゼの十戒のごとく俺たちを避けていく。ほどなくして警察が呼ばれ、いつの間にか女は消えていた。警察にいろいろ聞かれたが、見知らぬ女に追いかけられたとしか言いようがない。だが、俺はそれなりにショックだった。密かに好意を寄せていた女が化け物だったなんて。あれ、何だったんだろうな。雪谷がぽつりとつぶやいた。
さあ、なんだろう。だいたい生みの親はお前だろう。君が悪いこと言うなよ。俺は関係ねえってば。だってお前がでっち上げた都市伝説そっくりの格好してたじゃん。小競り合いをしていると、今度は雪谷の携帯が鳴った。雪谷は恐る恐るその携帯の番号を確かめる。なんだ、お袋かよ。ビビらせやがって。もしもし、何？変わって。雪谷は携帯を放り出した。俺たちはお互いにすぐに携帯ショップに行き、電話を変えた。俺たちはお互いに新しい電話番号を交換し、その日は別れた。数日後、雪谷から連絡があり、俺は待ち合わせ場所に車を走らせていた。あのことがあって、もうあまり駅周辺には近づきたくない。雨の中ワイパーをフル稼働して、目的地に着いた頃にはすっかり雨は上がっていた。なんだって、こんな裏寂しい旅行なんだよ、まったくあいつ。俺は車を降りると、夕闇迫る漁港の波止場に雪谷は立っていた。おい、お待たせ。なんだってこんな場所に呼び出したんだよ。雪谷はゆっくりと振り返る。手には赤い傘を持っている。俺はそれを見た途端に足を止めた。雪谷の目は黒い闇。なあ、どうした？変わって。雪谷の足元に影はなかった。